川上元美は、日本のデザイナー、川上デザインルーム代表、東京芸術大学、金沢美術工芸大学、神戸芸術工科大学などの客員教授を歴任。現在、多摩美術大学美術学部環境デザイン、学科客員教授、ジェノバ家具店金賞、アメリカ建築家協会、主催インターナショナルチェアデザインコンペティション一席、IF、デザイン賞など、 国内外の賞を多数受賞。1940年、兵庫県に生まれる。兵庫県立アシア高等学校、東京芸術大学美術学部工芸科卒業。東京芸術大学院美術研究科修士、家庭修了。その間、作品集、アンジェロ・マンジャロッティ1955から64に、出会い、強く感銘する。イタリア文化会館の語学講座を受講し、 絵に財団の奨学金を得て1966年に、私、1966から69年の間、アンジェロ・マンジャロッティ建築設計事務所に在籍。その間に、モンツァカグ・コンペドー賞、ジェノバカグ店金賞受賞。帰国後、1971年に川上デザインルーム、設立。その後今日までにプロダクトデザイン、インテリアデザイン、環境デザイン等。 広範囲の分野で作品群を創出し、数多くの賞を受賞する。それらの活動を通して、旭川、高岡、新潟、静岡、神奈川、加賀、山形、徳島、岐阜、宮崎などの地場産業の活性化に貢献。並行して、東京芸術大学、金沢美術工芸大学などで、教育活動にも従事するとともに、日本デザインコミッティの理事長、 日本デザイン学会の評議員を務める。ありがとうございます。